北朝鮮を頼って韓国を怒らせたプーチンの第5産。韓国は NATO 加盟国以外では最大級の軍需産業を有しており、NATO 規格の兵器供給が可能な数少ない国です。これまで韓国はウクライナに対して人道支援にとどめていましたが、近頃ロ朝同盟による脅威が高まる中、韓国はウクライナへの武器供与を検討し始めています。この動きは北朝鮮軍がロシアと共にウクライナの前線に参加する可能性に対応するものであり、韓国としても座視できない状況となっています。韓国はこれまでアメリカと足並みを揃えウクライナ支援を行ってきましたが、その支援内容は医薬品などの人道的支援に限定され、殺傷兵器の供与は避けてきました。また、軍事物資に関してはアメリカなどに武器弾薬を輸出し、間接的に支援しているのみでした。しかし10月22日には韓国政府が北朝鮮とロシアの軍事協力に対して段階的な措置を検討していることを発表しました。大統領府高官によれば、ウクライナに攻撃用兵器を提供する可能性もあるとのことです。これにより韓国の対ウクライナ政策はこれまでとは一線を画すものとなり、ウクライナにとっても大きな後押しとなるでしょう。ウクライナ侵攻が始まってから2年以上が経過し、ウクライナとロシアの両軍は前線の兵士たちが疲弊しきっています。特に過酷な冬を前に各国ともに補給物資の確保が喫緊の課題です。イギリスのバーバラ・ウッドワード国連大使も、ロシアが兵士を募集する上で苦労を重ねる中、北朝鮮の援助に依存せざるを得ないと国連安全保障理事会で指摘しました。韓国政府は北朝鮮とロシアの軍事協力を違法と非難し、駐韓ロシア大使を召喚し、北朝鮮兵士の即時撤収をロシアに求めました。キムテヒョ国家安保室第一次長は、この状況を傍観することはしない。国際社会と連携して然るべき措置を取ると述べ、国際社会との強固な連携を強調しました。韓国がこの問題に敏感なのは、北朝鮮がロシアからの技術支援を受けて軍備の近代化を図り、核開発も進め、それらを韓国への脅威として用いる可能性があるためです。また、韓国政府は、北朝鮮がウクライナにおける軍事活動を拡大していることを監視するために、韓国軍の情報員をウクライナに派遣することも検討していると伝えられています。北朝鮮がどの程度ロシアを支援しているかについては、全容が明らかになっていませんが、ウクライナと韓国の情報機関は、北朝鮮が弾薬やミサイルを大量にロシアに提供していると見ています。米国のシンクタンク戦争研究所の報告では、ロシア政府が韓国を納得させようと、北朝鮮との軍事協力が韓国にとって脅威ではないと示唆していることから、ロシアが韓国によるウクライナへの武器供与を非常に恐れていると分析されています。韓国は、豊富な武器弾薬の備蓄を有しており、世界有数の軍需産業を持つ、ウクライナに NATO 型の兵器を供与できる最大の非 NATO 加盟国であるとされています。A シンクタンク、ジオストラテジー評議会のジェームス・ロジャースも、韓国がウクライナに武器を供与すれば、ロシアの試みは挫折するとし、NATO とインド太平洋諸国の協力が強まるとの見解を示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮がすでに1万人規模の兵士をウクライナに派遣する準備を整えていると述べ、ウクライナ軍情報機関のキーロ・ブダノフによれば、まずそのうち約2600人がロシア西部のクルスク州に送られる見込みです。さらに、
韓国国家情報院の声明によると、北朝鮮はすでに約1500人の特殊部隊をロシア極東のウラジオストクに派遣しており、今後も増派が予想されています。この兵士たちは訓練が完了次第、ウクライナ前線に送られる見込みで、ロシア軍の軍服を着用し、ロシア製の武器を装備、偽の身分証明書も支給されているといいます。韓国がウクライナに武器供与を行うことで、ロシアの戦略は大きな影響を受けることが予想されます。北朝鮮とロシアの軍事協力を背景に、韓国は国際社会と連携し、新たな対応を模索することで、ウクライナ戦争における重要な役割を担う可能性が高まっています。プーチン氏、北朝鮮軍のロシア派遣を否定せず。ロ朝相互防衛の運用はロシア次第。ロシアのプーチン大統領は24日、北朝鮮がロシアに軍隊を派遣しているとの米国の主張を否定しなかった。同時に北朝鮮とのパートナーシップ条約に含まれる相互防衛条項の運用はロシア次第になるとした上で、西側諸国がウクライナ戦争を激化させていると非難した。米国のオースティン国防長官は23日、北朝鮮がロシアに兵士を派遣した証拠があると表明。米国は北朝鮮が少なくとも3000人の兵士をロシアに派遣したとの見方を示している。プーチン氏は北朝鮮軍の動きを示す衛星画像に関する記者の質問に対し、画像は重要だ。画像があれば何かを反映しているはずだと述べた。同時にウクライナ危機をエスカレートさせたのは西側諸国だと指摘。ロシアはどの北大西洋条約機構加盟国から誰が来ているか、どのような活動を行っているのか把握していると述べた。その上で北朝鮮と6月に締結した包括的戦略パートナーシップ条約の相互防衛に関する第4条に言及。この条項の枠内で何を行うかはロシア次第だと述べた。ロシア下院は24日、同条約の批准法案を可決した。戦争を終わらせるために何を検討する用意があるかとの質問に対し、プーチン氏は、現地で形になりつつある現実を踏まえ、和平協定のあらゆる選択肢を検討する用意がある。私はそれ以外のことは考えていないと回答した。トランプ氏と米大統領選。米大統領選共和党候補のトランプ前大統領が過去にウクライナを攻撃すればロシアを攻撃するとプーチン氏を脅迫したとの報道をめぐっては、そのような脅しは記憶にないと述べた。18日付の米紙ウォールストリートジャーナルは、トランプ氏がプーチン氏に対し、もしウクライナを攻撃するなら私はあなたを信じられないほど激しく攻撃するだろう。モスクワのど真ん中であなたを攻撃するつもりだと語ったと報じた。これに対しプーチン氏は、誰を脅すこともできるがロシアを脅すのは無意味だ。それは我々を活気づけるだけだからだとし、トランプ氏とそのような会話をした記憶はないと一蹴した。米大統領選が熱気を帯びている点を考えると、こうした発言を真剣に受け止めない方が賢明だとしつつも、ウクライナ戦争を終わらせたいというトランプ氏の願いは真摯なものだと感じているとも表明。彼は心からそう言っているように思えるし、この種の発言は誰からであれ歓迎すると述べた。プーチン大統領、外国軍介入、禁断の扉開いた。米議会、軍事行動が必要。米国と北大西洋条約機構は23日現地時間、北朝鮮軍がロシアに派遣された事実を確認し、これに対する対応が注目されている。ロシアのプーチン大統領が外国軍の介入を容認したことは重大な局面の変化と捉えられる。米議会では直接的な軍事行動の必要性が議論される中、韓国は今後、
北朝鮮とロシア間の不法な軍事協力の脅威を受ける当事国として関連議論に関与するとみられる。米国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報担当調整官は記者会見で、10月上旬から中旬にかけて北朝鮮からロシア東部に3000人以上の北朝鮮軍が移動したと発表。北朝鮮軍は船でウォンサンからウラジオストクに移動したと確認された。 NATO のファラ・ダクララ報道官も、北朝鮮がロシアに軍を派遣した証拠が同盟国によって確認されたと述べた。ホワイトハウスはまず独自の制裁対象拡大を初期対応の方向性として示している。カービー調整官は、米国はウクライナ支援を拡大し、数日以内にロシアの戦争支援者に対して重大な制裁を発表する予定と述べた。制裁の対象には北朝鮮とロシアの高官も含まれる可能性があり、 NATO を中心とした軍事支援の拡大も考えられている。ニューヨークタイムズは北朝鮮軍の派兵を分岐点と表現した。米戦略国際問題研究所 CSIS の韓国専門家ビクター・チャ氏は、北朝鮮軍人がプーチンのために戦う現実は新しい時代を象徴すると指摘。彼は CSIS のウェブサイトでも、北朝鮮の派兵はルビコン川を渡ったようなものであり、北朝鮮の孤立がさらに深まり、韓国と NATO の関係が強化され、韓国によるウクライナ支援の拡大が予想されると述べた。米議会では北朝鮮軍への軍事行動を求める声も上がっている。共和党のマイク・ターナー情報委員長は声明で、北朝鮮軍がロシア領土でウクライナを攻撃する場合、ウクライナが米国提供の武器で対応できるようにすべきだと主張。また北朝鮮軍がウクライナ領に侵入した場合、米国は北朝鮮軍に対する直接的な軍事行動も検討すべきだと述べた。さらにドイツとオーストリアは、北朝鮮軍のロシア派遣に抗議し、自国の北朝鮮大使を召喚した。一方、ロシア側は北朝鮮の派兵について虚偽、誇張された情報と反発。ロシア外務省のザハロワ報道官は、北朝鮮軍がどこにいるかは北朝鮮に尋ねるべきだと発言し、ロシアは国の安全を脅かすすべての行動に厳しく対処すると強調した。また、韓国の慶南大学極東問題研究所のイ・ビョンチョル教授は、韓国がウクライナ問題に深入りすれば、米ロ間で揺れることになり、国益を損ねる恐れがあると警告し、軍事支援は慎重に検討すべきだと述べた。さらに、ニューヨークタイムズは北朝鮮軍の派兵が中国との関係にも影響を与える可能性があると報じた。北朝鮮のこの決定により、中国は外交的に困難な状況に陥る可能性があり、焦りを感じていると指摘。北朝鮮とロシアの軍事技術協力が進む中、中国の平和的イメージが損なわれることを懸念していると伝えた。